知恵袋でこちらのご質問を見つけました。メッセージボックスに変数の中身を出したい。簡単な方法ということで、おそらくこれが一番簡単な方法かなと思います。std.toString を使いまして、変数の値を一旦文字列にします。で、その後、.c_str という、このメソッドを呼び出しますとね、メッセージボックスに渡せる、つまり C 言語のその文字列ポインターということになってくれると、そういうわけです。では、実際に動かしてみたいと思います。はい、このようにメッセージボックスが出まして、変数の値というタイトルと、2という変数の値が出力されました。この変数の値というタイトルはこちらですね。この引数がそのまま出力されたということです。他のやり方もできますよ。C 言語のやり方なんですけれども、このストリングはそうしましたら消して、キャラクターバッファー256バイトとか用意しましてね。wsprintfa これを使います。そして、ここに%d、printf のね、%d と同じですね。はい、変数、こうです。こうしますと、ここが euf とこのようになります。実行しますよ。はい、結果は同じです。まあ、C 言語ということからしますとね、ここは、ぬると書いてれば、もう完全に C 言語のやり方と。まあ、それと、メッセージボックス A ではなくて、メッセージボックス A とか W つかないやつね。これを使いたい場合は、WSPrintf もやはり A も W も書かない。それと、キャラクターではなくて T キャラですね。はい。このようにしますと、メッセージボックス AW なしで出力できますよ。はい、動かしてみますね。はい、ちゃんと出ましたね。ところで、ここをキャラクターにして、じゃあここも A に戻しておきましょうか。はい、このようにして、それで、ここでテキストとやっちゃってもダメです、これは。はい。これはもう完全にエラーなんですね。テキストマクロは、文字列リテラル用なんです。変数には使えません。では、一旦作ったキャラクター型の文字列を、メッセージボックス AW なしね。これに出力する方法はあるのかというと、あります。ありますが、どんどん難しくなっていっちゃいますね。そうしますとね。ですから、A で出したい場合は、ここも A にすればいい。それだけ、まあ、テキストマクロを使わなければいいわけです。このようにするといいと。はい。以上です。ここで参考例といたしまして、さらに別の方法についてお話ししたいと思います。この例は、ランド関数の戻り値を3回、つまり3個の乱数をメッセージボックスで出力するものです。実行します。1個目出ました。2個目、3個目と。まあ、このようにメッセージボックスが3個出てしまうんですけれども、これを1つにするにはどうしたらいいかと言いますと、それはですね、ストリングをインクルードしてますが、ここを sStream に変えますよ。その上で、ここに std.oString.stream と、こういうものを作ります。そして、ここでですね、これを使います。それで、これ、ストリームなんですけども、stdcout とかにね、出力するときと同じやり方ができます。つまり、こうです。これで開業が入りますしね。うん。それで、終わったら、これで3個分の乱数がストリームに書き出される。開業付きでね。で、終わりましたら、ここが、OSTM の STR です。その後の CSTR は同じですよ。はい、実行します。と、こんな感じです。さらにこれ、例えばね、i プラス1、
株、うん、こんなやり方もできますね、うん、このように複数の変数の値をね出力したいとかこういった場合にストリングストリームを使いますと非常に便利じゃないかなと思います。まあこれはあの参考としてということです。今回のご質問の中には含まれていなかったんですけれども一つ参考例としてご紹介させていただきました。ではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。